第153号紹介特務艇は、日本海軍の特務艇、第1号型紹介特務艇の60番艇。太平洋戦争の終戦時に残存し、戦後は所属と艇名を変えながら一貫して、総会に従事した。マル計画の特務艇、第2121 21号艦型の153番艇、歌唱艦名。 第2273号艦として計画。1944年11月5日、第153号紹介特務艇と命名されて第1号型紹介特務艇の57番艇に定められ、本籍を佐世保鎮守府と仮定。1945年4月29日、船体外政により、有限会社福島造船鉄工所から、呉海軍工廠へ引き渡し、 7月23日竣工し、本籍をクレチンジュフに定められ、第7艦隊下関防備隊に編入。終戦時残存。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍。1945年12月1日、第2福音省の会長に伴い、クレ地方福音局所管の総会館に定められ、同局総会部下関支部所属と定められる。また、 同日から官名を衝徳第153号としている。1946年6月15日、副委員長の会長に伴い、所属を下関総会部に改められる。1948年1月1日、副委員長が廃止され、運輸省に移管。5月1日、海上保安庁に編入され、総会線 MS-26 となる。8月20日、 戦名を衝第百153号 MS-26 に定められる。1950年4月20日、若松港沖で、総会作業中、殉職者1名を出す。朝鮮戦争の際、本戦は1950年11月15日に、特別総会隊第2次第1総会隊に編入されたが、総会に従事することなく12月24日には、 第一総解体から除かれた。1951年12月1日、船名を高島 MS-26 に改正。1952年3月24日、父島二見港に残存する約200個の関王機雷を処分するため特別総解体が編成されたが、本船は船体に不具合のあった大島 MS-29 と交代し、 特別総会隊に組み入れられた。特別総会は4月19日から5月4日にかけて実施された。1952年8月1日、保安庁警備隊に移管され、第2爆僚幹部西部航路警戒隊、佐世保航路警戒隊、第8総会隊に編入。1954年1月15日、佐世保地方総幹部佐世保基地警防隊、 第8総会体に編入。1954年7月1日、保安庁警備隊は、海上自衛隊に改組。総会体となる。佐世保地方総監部佐世保基地隊、第8総会体に編入。1955年9月10日、呉地方隊呉基地警防隊、第8総会体に編入。9月16日、佐世保地方総監部下関基地隊、 第6総会体に編入。1957年9月1日、定番号を MSI-688 に改正。1962年3月31日、支援船に編入され、船名を総改造船33号ヤム -33 に改正。1963年1月1日、選手故障を総会船に改正。 1964年3月31日、海上自衛隊から除籍された、AB 世界の艦船、海上自衛隊全艦停止、P42 による、世界の艦船、日本海軍護衛艦停止、P114 では、昭和27年8月1日保安庁警備隊に、遺憾、総海底に、分類としている、AB 世界の艦船、海上自衛隊全艦停止、 P42 による。世界の艦船、日本海軍護衛艦停止、P114 では、42年3月31日、海上自衛隊を除籍としている。AB 世界の艦船、海上自衛隊全艦停止、P42 による。世界の艦船、日本海軍護衛艦停止、P114 では、37年3月31日特務造船33号に、 変更としている。本来の定名表記は、第153号紹介特務亭本亭が特務亭類別等級別表に、搭載された1944年11月5日、時点で、第27号紹介特務亭第33号紹介特務亭第34号紹介特務亭が、同票未搭載のため、1944年11月5日、時点で、 法令上は57番艇。これら3席を含めると通算で60番艇となる。ありがとうございます。